こんにちは、かけむねです。今日はですね、フランジサイレンサーの配圧が高すぎて、今日はセンターのサイレンサー外して、音の比較ですよね。をするレビューの動画です。すいません。ちょっと音爆音になると思うんですけど、ちょびっとだけ。よかったら見てください。それからまた音を低くしてみたいと思います。あんまり音はその子守音はあるんですけど、バーンっていう音にはならないですよね。ちょっと配圧かけてみます。聞こえました？シューっていう音が。この先一般道速度取り締まりにご注意。使う道具は14とラチェットでここが曲がるタイプですね、を使います。14と14なんですけど、ここはちょっと当たっちゃって、まっすぐ入らないんですよ。こう。水が垂れてきた。よっ。真っ黒。それではセンターのフランジサイレンサーを取ったんですけれども、2個、サイレンサーは入ったままなんですけれども、音聞き比べしてみましょう。2個の状態で音を聞いてみてください。配圧多分だいぶマシになるはずなんですけど、携帯電話が接続されていません。携帯電話、音もちょっとデカなってますよね。じゃあ配圧かけてみます。カイロ無線を配圧受信しました。だいぶマシですね。ちょっとだけ配圧やってみます。うん、いい感じです。前配圧高すぎてブーストかかったらブって一回こんなんなるんですよ。ちょっとだけご注意ください。今もスムーズに加速する感じで低速トルクもだいぶ戻ってますね。いい感じです。新しいローソン、今日はオレンジ号のかっちゃんが和歌山から来てくれるって言っとったんですけど、もう来てるんかな。
低速トルク戻りました。やっぱ50倍ぐらいかなに変わったからやと思うんですけど、なんかええ感じの仕上がり、暗がり峠これやったら全然失敗なくブーストかけて上がれる感じはするんですけど、でももう行きたくないみたいなあそこはレンタカーじゃないと無理ですね。レンタカーっていうか CVT ですかね、オートマー車じゃないとちょっと辛いです。